ハレリアこんにちは。今日もハレリアワイブルを見てくださって感謝します。今日も聖書から神様が私たちに語っている言葉を共に学んでいきたいと思います。一言になります。お父様、感謝します。今日もあなたが愛してくださっていてありがとうございます。あなたが今、言葉を悟らせてください。そしてそれを、そこに生きていくことができるようにセルスの道を見てください。この配信を見てくださる一人一人に神様の祝福が溢れますように、Yes, 生になります。アメン。 えー、ハルビアを開催します、えー、今日はヨッシュアが、えー、昨日で終わりましたので知識に入っていこうと思うんですけれども今日はですね求めていこうということをですねちょっと話していきたいなと思いますこの知識の一章の中である、まあ、人物がまあ、出てくるんですけど今日紹介したいのはアクサという女性の 人物をちょっとですね、ちょっと見たいなと思うんですけど彼女の生き方から私たちすごく学ぶことがあります、えー、正式の一章、えー、13節からお読みします。彼ブの同族のケナンズの子オテニエレがそれを責め取ったので彼は娘アクサを彼に妻として与えたと告ぐ時彼女は夫に自分の父に畑を求めるよう仕切りに促した。 彼女がロバーから降りるとカレブは何が欲しいのかと彼女に言ったアクサは彼に言ったどうか私にお祝いをくださいネグムの地をお出しにくださるのですから湧き水をくださいそれでカレブは神の泉と霜の泉を彼女に与えたえこのアクサという、えー、女性のですね、お父さんはカレブでしたそしてこのカレブはですね神様に従って約束 の地を勝ち取っっていったあそしてあ本当に神様に祝福され神様に従い通した人物がカレブでしたがそのカレブの娘がアクサなんですねそしてカレブはある戦いでですねその戦いで、うん、その戦いで切ルアってセフェルを撃ってこれを攻め取る者に私の娘アクサを妻として与えようということこのところを勝ち取る者に私を娘を与えるよということをですね語るわけなんですねで あ勝ち取ったあそのオテニエルというですね人に彼はこの娘のアクサをあの妻として与えたわけなんですけどその時に妻が妻でありまあ娘だったアクさがですねその新しい夫に言うんですよね自分の父に畑を求めるようしきりに促したと結婚する前にであなたとあお私のお父さんにこの畑を求めてく畑を求めてということをですねしきりにお願いしたんですねまたそれと同時に またこのカレブお父さんがですね彼女に何が欲しいのかと聞くときにまたアクサは言うんですねどうか私にお祝いをくださいネギブのうちは私にくださるんですから湧き水をくださいと畑は夫にお願いしてもらっておいてそして彼女は泉を湧き水を求めたということですねそして、まあ、彼女はそれを父からいただいて相続していくわけなんですけれども ここから分かるのが本当にこのカレブの娘は求める人であったということが分かりますで求めた結果彼女は求めたその湧き水をですね泉を得ていくことになるんですねまあこれは本当にちょっと、まあ、貪欲といったら貪欲なのかもしれないでもそうではなくても求めているというですねそこは本当に素晴らしいところ性質なんだなっていうのを思うんですねなんでかというとこの聖書の原則っていうのは この人生の原則は求めるものが受けるというのが一貫して語られています特にイエス様もですね、同じようなことを語られているんですねマタイの7章の7節で求めなさいとすれば与えられますとイエス様は語られました探しなさいとすれば見出します叩けなさいとすれば開かれます誰でも求めるものは受け探すものを見いだし叩くものには開かれます、えー、皆さんは何か求めていることはあるでしょうか神様はですね あ私たちが祈って求めることを喜んでくださる方ですそして求めなさいと逆に言ってくれるんですねあなた何が欲しいんだいとあなた何が欲しいのかと私は与えるから求めてごらんと神様は愛なるお方で与えたくてたまらないそのような愛なるお方でありますなのでですね是非皆様の心の願い神様にこうしてほしいなということそれを是非天の父様にですねイエス様の皆で求めてみてください 神様は必ずそれを与えてくださるそのような方なんですね。4ネの君子の15章1 7節「あなた方が私にとどまり私の言葉があなた方にとどまっているなら何でも欲しいものを求めなさい」そうすればそれは叶えられます私たちがイエス様にとどまって生きるそれは愛者という愛の人生を生きるということですけどそして私の言葉があなた方にとどまっているならと。 私たちが御言葉によって生きていくとき神に従って生きていっているならば私たちが何でも欲しいものを求めていいよってイエス様が言ってるんですねいや求めなさいと逆に命じてまでおられるそれはそしてそれを叶えてそうすればそれは叶えられますと神様は私たちの願いを叶えたいそのようなお方なんですね15章の16節には あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が言って、身を結び、その身が残るようになるため、またあなた方が私を何よって父に求めるものを全て父が与えてくださるようになるためです。と。私があなたを選んだんだよって。で、なんで選んだかというとね、あなたが身を結ぶためなんだと。あなたが持ちられたなんだと。そして、そして、あなたの身が残るためだよって。そして、あなたがイエス様、私の名で、天のお父さんに求めるものを全部父が与えてくださるようになるためだよって。 なので、私たちは、本当に主に選ばれっているんですね。あそして、本当に神様に期待されている。あそして、私たちは、イエス様に求めることで、イエス様の皆で天のお父さんに求めることで、神様が全部与えてくださると約束されているんですね。なので、ぜひ大胆にですね、今日、このアクサのように、またイエス様が教えられたようにですね、皆様の願い、神様に、あぜひ求めてみてください。そして、主が与えてくださるもの、喜び、楽しんでいきたいなと願います。 ります天の父さん感謝します。あなたが求め,る求めなさい、そちらを与えられますと励ましてくださっていることを感謝します。阿久さんが父に畑や、また泉を求めたように、私そしてそれを収有していったように、私たちも私たちの心にある願い、それを遠慮することなく、天の父さん、あなたにイエス様の宮で求めていくことができますように、そしてそれをあなたからいただくこととして、私たちがあなたにさらに賛美を捧げ、またあなたに感謝を捧げ、またあなたに良くしてくれたことを何一つ忘れずに、 あなたと一生を礼拝して歩んでいくことができますように、この会社を見てくださる一人一人に、あなたの喜びと愛、恵みを添えてください。感謝して、さあ、りとうございででます。アメン。感謝します。人の祝福が豊かにありますように。シャローン。